彼女の中心軸ずっとじわーっとお腹の方を通って股の方から抜けていくような一本線がまっすぐ通っていくっていうイメージを持って押して引いてします。どうでした？すごいこのイメージってすっごく大事で、ただ何も考えずに押すとこんなもんなんですよ。これじゃ全然効かないですよね。力入れて押してもこんな感じです。なんか嫌な感じで痛いだけですよね。そうですね。これがただ力で押したイメージを持たずに押した時です。で、私がこの狙いを決めてイメージを持って押します。全然痛みが違います。そうですね、しっかりともうその方向を見てるんですよ。この先を、ここに向かって私は押している、このエネルギーを一本通しているっていうイメージを持ってじわーっと押してじわーっと引きます。なんかただ押されるだけだともう触られたくないぐらい痛いです。そうなんですね。すごく嫌、な感じになるんです。こうやっぱり本当に極端な話、物を押すとき、はい、ここに物があります押してくださいだったらこんな感じになっちゃうんですよ。なんか物を押すぞってなったら、でも大事な人は使います、大事な人に触れるように押しましょうってなったら、もっとこう優しくじわーっと押してわーっと引く、これが結構みんな本当は自然にできるんですね。優しい触れ方っていうのを本来みんなも知ってる持ってるものなんですけれども、知識とかが優先してしまうとこの方向かな、このここかな、ここかなってこうベタベタ触ってしまったりする、体を人の心が入ってるものっていうようなイメージがなくなってしまうと、ここみたいなこうベタベタごちゃごちゃ触っちゃったりするんですけれども、この気持ちよさそうなところはどこかな、これでいいかな、ここかなっていう、あの大事な人が心が通ってる人間に向かって気持ちいいところ、お互いの呼吸を合わせてやってみようっていう気持ちがあれば、そんなベタベタ触ったりグリグリ押したりってことはできないはずなんですね。自分の気持ちいいところと相手の気持ちよさっていうのが一致しますので、これがただまっすぐ押せってなったらこんな感じになっちゃうんで、かなり不愉快ですよね。本当に申し訳ないなと思うんですけど、まあ、正直こういうやり方をやってる方とても多いと思うんですね。こういう ただ物を触るような、そうではなくて、やっぱり大切な人の体でこの中に、まあやっぱりこう筋肉があって骨があって神経があって心があってっていうものなので、ゆっくりと丁寧に押してまた引いていく。でこのリズムがあるから自分も気持ちよくできるので、本当にまあなんていうかセッションのようなものですね。人の体と自分の体とこう混ぜているような感じでやっています。気持ちのいい向きとか角度とか圧とかリズムっていうのは相手にとっても自分にとっても共通するものなので、そのような気持ちで相手のこの肉の感じとか呼吸とかに合わせてやっていきますね。やっぱりこう頭を押さえた時に本当に違うなって思って、やっぱり素人さんがやるのってやっぱそういうただ物を触るような感じなんだろうなっていう、そこがやっぱりプロとの差なのかな。私も同じ箇所と同じぐらいの力を入れて触ってるので全然気持ちよさが違うっていうのはやっぱりそういうことなのかなって思いますね。2017年3月15日リラクヤ花沢の DVD が発売になります。ぜひ皆さん買ってください。ももはさんも参加されています。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。